江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷国内の珍事なんですけれども、新築マンションで小さな虫、天井から出てきたのはということで記事がありましたんで、ご紹介していきたいと思います。それではくーちゃん、お願いします。何？汚い話？国内新築マンションの事前点検などで人糞が相次いで発見される中、今回は虫が出没し続けるソウル新築マンションが出てきた。7日、連合ニュースによると、今年ソウルのある新築マンションに入居した A 氏は、トイレに小さな虫がよく出てきて消毒して、掃除もしたが消えなかったという。中足連休に外出して帰ってみると、トイレの便器の中に虫が落ちているのを発見し、天井を開けてみたが、その中にはなんと、サンドイッチのかけらが数ヶ月間放置され、虫が集っていたのだ。A 氏は直ちにマンションのアフターサービスセンターに連絡して措置してほしいと言ったが、対応した者たちは大したことないように接してという。彼は担当者たちが訪ねてきてアパート入居前の事前点検で逃したようだと話したが、積極的な謝罪や釈明はしなかったとして、一番腹に立つのは彼らが皆笑ったという点と吐露した。A 氏は新築マンションから人糞が出たほどの大きな問題ではないが、十分に大きな問題なのに建設会社側の対応に失望した。腐ったサンドイッチが発見された後、自ら措置せずにいちいち連絡をしなければ動かないなど、体系的ではなく不親切だったと訴えた。アパートを施工した建設会社関係者は、顧客に心より申し訳なく、顧客が望む適切な措置を取る。サンドイッチがなぜアパートの天井の中にあったのか、正確な原因がわからないと伝えた。その一方で、最近建設現場に外国人労働者が増えた点が原因かもしれないと見通した。彼は外国人勤労者が多いので、いくら教育して統制してもうまくいかない時がある。渓谷の分解時期とは少し違うため、教育しても逸脱行為があるようだ。それで事前点検をさらに徹底しているが、確認できなかった部分があると話した。人糞よりサンドイッチ、まあどっちも嫌だけど、人糞じゃない方が逆に新鮮ですね。サンドイッチでした。はい、じゃあですね、こちらに対して渓谷の反応いってみたいと思います。はい、じゃあ1人目、こちら。家を建てる時もあんな風にするのか、話にならないことを言うね。教育と監督も徹底的に行い、ペナルティも適用すればなくなる。583.6アサセン族を使うな、汚いやつら。248.10韓国系中国人。外国人労働者だけではない、随分前にも路上でアルバイトをすると、建物の中や部屋でうん X をしておしっこをすることが多かった。55.0もう渓谷も豊かな国なのに、建設労働者のせいで施設はめちゃくちゃみたいですね。階ごとに簡易トイレを作り、食事スペース、ゴミ袋の備え付けなど、人間的な最小限の配慮が必ずなされたらと思います。271外労者管理が難しいからと消費者に優先心、頭は何なの。国内建設が全て倒産してこそしっかりするのか。手抜き工事がただ生じたのではない、政府はただ見ているだけなのか。180先行分譲、あと建築をなくし、あと分譲しろ。なぜ大系民国にだけ先行分譲に固執するのか。今がパクチョンヒ時代でもなく、建設会社がお金がないわけでもないのに、しきりに誤った観光を正すことができず引きずっていくのは国民への愚弄だ。170何、先行分譲って昔からのしきたりなんだ。しきたりっていうか、先にお金を調達して後で建てるってことか。あ、信頼があればいいんだろうけどな。信頼があれば成り立つかもしれない。いつから渓谷が C 国のやつらの世の中になったのか。政府は中国人労働者の入国を削減し、外国人庁を解体せよ。90教育ができなければ、管理監督を徹底しなければなりません。責任を負わなければならない。責任を外国人労働者に転嫁するな。30、ね、はい、ということでね、それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、それではね、上の方からいきますかね。この辺からいこうかな。カメムシ誰が食べたん。どうしてそんなとこに。残飯に湧く虫かよ。まさか壁の中に食べかけのもの。これはひどいな。
4K のマンションってゴミ捨て場なんか？そりゃ謝ったら責任取る必要あるもんな。ああよくあることですよ。自分で仕込んだんじゃねえの？わら。そんなもん自分で片付けろよ。壁からはうんうん出てくるし、水からは赤虫出てくるし、天井にはサンドイッチですか、何でもありの系マンション。虫返したんか、わらわら。これでもソウルにあるこのマンションはだいたい1億円します。まあた外国人におっかぶせるのか、わら。お前らはいつも真面目に仕事してないからだろ、何外国人のせいにしてるんだよ。むしろ外国人労働者の方がしっかりしてそう、わら。外国人を雇ってないのに外国人のせいにするな。いやいや、とりあえず現場にトイレ置けよ。あ、何言ってんだ、他国でそんな話聞かんぞ。その程度のことと思われてんだよ。安全不干渉とか言うが、安全じゃなく清潔さもあったもんじゃないからな。天井裏に誰か住んでるのかな、ちゃんと調べた方がいいよ。他人のせい、管理監督不十分なのは確かでしょう。外国人労働者が嫌なら自国民を働かせりゃいいだろ。ソウル大出たニートがいっぱいいるでしょ。虫駆除のため熊を飼おう、闇雲に考えても無駄、わらわら。トイレ作ってもそこでしなきゃ意味ないんだけどね。警告語で外国人に物伝えても伝わるわけないじゃん。警告人同士でも伝わらない言語もどきなのに。ジャンボリー見たら建設の程度はわかるやろ。ユンのせいか外国人のせい、だから成長しないんだよ。ちゃんと管理して警告人の責任者が最終確認すりゃええやん。わらわら手がかかるけど確実やぞ。それで自転車操業 C もそれで今大変、立ててもらいローン払ってる。広大とかなんだっけ、バイオレットエヴァーガーデンなんだっけ、なんたらガーデンでしょ。信頼、約束、このあたり日本語直訳だよね。概念なかったんだから、わらわら。いつから C国のようになったのかというセリフは昔から言ってるよね。だって属国だもん。ブラックな使い方するから嫌がらせされてんだよ。現場で言葉が通じるって大事だよ。人命に関わる。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひ、こちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価、コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。